中年オタッキーです。オタッキーの動画の中で一番人気なのはやっぱり機材紹介系の動画、特にね、購入してきたとか送られてきたってやつなんですけど、最近ヤフオクで全然勝てないんですよね。まあ転売ヤーさんがどんどん入ってきてて値段が上がってるとかそういうのもあるんですけどね。まあ転売ヤーさんに勝てないっていうんだったらお店に買いに行きゃいいじゃないかということで、北村さんで仕入れてきました。ジャンクカメラ紹介してまいります。まあ安易だなって感じなんですけどね。ちなみにね、今日のジャンクカメラは、まあ買ってきたことは買ってきたんですけど、一切動作確認をしてません。動くかどうかまだわかんないってやつですね。果たして動くかどうかということでやっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回ね、2台っていうかね、2台と2本、仕入れてきたんですよ。まずは、じゃじゃん。はい。ペンタックスのね、MZ30 ですね。で、レンズはね、残念ながらタムロンです。タムロンのレンズ、なかったんですよね、ペンタックスの純正がね。まあ、タムロンと抱き合わせでね、当時よく売ってたから、そういう流れなんでしょうけどね。で、もう1台が、ミノルタのアルファスイートですね。レンズはね、ミノルタ純正の2880ズームレンズが付いております。まあなぜこの2台を買ってきたかというと、先日ね、EOS キッスのね、動画を作ったと思うんですね。初心者用っていうか、まあ、普及機、普及一眼レフカメラを紹介したんですけど、意外と映りが良かったんで、続編をどんどん作っていこうかなっていう気になったんですね。で、今やってるのはね、よっ。はい、これはね、EOS キッス 3L。に、キャノンの EF2880 のね、バージョン4かな、これ。よいしょ。これはニコン US ですね。で、レンズはね、2880なんです。2880、2880で揃えようかなっていうことで、このタムロも実は2880なんですけどね。でね、まあ、その辺の前置きはいいんですが、動作確認してないんで動くかどうかわかんない。特にね、この MZ30 はね、トラブルが多い個体らしいんですがね。まあ、ミラーアップしてね、動かなくなるっていうね、トラブルがよく出るみたいなんですけど、とりあえずミラーは降りてるんだな。うん。いいよ。で、電池を入れて試していこうと思います。でね、電池はね、これね、よ。CR2 みたいなんですね。CR2 でね、電池代高いじゃんっていう人がいると思いますが、はい。CR2 もね、充電式の中国製の電池があるんだな、これが。以前から CR123A をね、紹介してますがね。さあ、じゃあね、電池を入れていきましょうか。ちょっとメガネかけないと見えねえや。よっ。果たして動くのか。プラスがこっちか。よっ。閉まりにくいな。閉まりにくいな。なんか怪しい音がしましたが。な、この音は何？やっちまった。フィルムを入れないとダメなのかな。お。あ、これオートフォーカスだな。よっ。やっぱり。
一枚切れて終わっちゃった。お。こいつ、動くぞ。動くぞ。マニュアル。よっ。絞り開放で。ん？ミラーがアップして止まってるな。はい、終わりました。終わった。終わった。終わりました。ミラーアップですね。あー、残念。電源も切れないや。一発で終わったなぁ。まあ、評判通りのカメラということか。なんとかならねえかな。うん、戻ってこないね。終了。お、戻ったな。叩いたら戻ったのか？ちょっと後回しにしようか。時間かかりそうですね。で、次はね、まあ、こいつは多分大丈夫と思うんですけどね。どっちがプラスだ？アルファスイートなんですが。ん？これも CR2 か？花粉の時期でね、ちょっとくしゃみが出ますが、お気になさらずにというやつですかね。CR2 っぽい。うん、CR2 だな。どっちも CR2 ですね。CR2 の電池買わなきゃいけないや。はい、動きた、動いた、動いた。はい、さすがミノルタ。はい、フラッシュも光ります。これはほぼ問題なく動いているようですね。これマニュアルにするにはどうしたらいいんだろう。モード切り替え。マニュアルできないのかな？そんなことないよね。使い方がわかりません。使い方がわからないぞ。うん。ワインダーも動いているようですね。とりあえずは動くみたいですね。レンズが。フラッシュが光るからちょっと絞りが動いてるかどうかわかんないですが、まあ、とりあえず動くようです。じゃあペンタックスだな。ちょっと格闘してみますね。ここで一旦止めます。動きました。これマニュアルですね。全自動モードにしてみましょうか。わかりますね。何の問題もなく動くようです。これね、MZ10 は持ってたんですけど、MZ30 なんでね、ちょっと上級になりますよね。このカメラね、非常に弱いという評判なんですが、まあ、ちょっと片鱗は見せましたけどね、動きます。なぜか動くようになりました。叩いたのが良かったのかな。
充電式の電池なんでフラッシュいくら光らせても痛くないぞと。レンズがねタムロンなんでね、まあタムロンの写りも試してみたいとは思いますが、できれば純正レンズが欲しいとこであるな。はい、というわけで今回ね、2台仕入れましたが、無事2台とも動きました。で、CR2 の電池が足りなくなるんで、CR2 の電池買わなきゃいけないですね。充電式のやつもう一個買おうかな。でね、このキャノンとニコンとペンタックスと、ミノルタ、一眼レフカメラ、当時ね、F 一眼レフカメラを出してた普及機器、まあ、4メーカー揃い踏みっていうことです。オリンパスはこの時期はね、もう一眼は出してなかったと思うので、一応普及機4メーカー揃い踏みっていうことですね。レンズが仕入れれば、で、仕入れることができれば、ペンタックスの純正のね、2880が欲しいところではありますがね、ちょっと一応探してみますけど、多分仕入れれないなと思うんで、この4台でちょっと試し撮りしていこうと思います。ただ4台まとめてね、試し撮りってね、4台首からカメラぶら下げて歩くのかっていうね。こともありますが、ちょっと大変そうだな。まあ、フィルムはね、コダックのダブル X でいこうと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。こんな感じで、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。そんなわけでね、早速、ストラップつけましたよ。こだわりの純正ストラップ。こっちペンタックスですね、ペンタックス。で、こちらは、ミノルタのストラップ、ちゃんとつけました。しかし、4メーカー首からぶら下げて歩いてたら完全に変態ですな。まあそんなわけで、視聴者様の作品投稿のコーナーいきます。ね、トップバッター、ちかめさんですね。おたっきさんお疲れ様です。また作品投稿させていただきます。しばらく前から撮影時にアプリでデータをメモしているので、それを書いておきますね。1枚目のタイトル、長い道のり。レンズ焦点距離 35mm、絞り F5.6。シャッタースピード400分の1、2枚目タイトル、雪解けの街。50mm、F8、絞り、シャッタースピード160分の1です。使用カメラとレンズは2枚ともニコン F90X と AF ニコール 3570 F3.3 から 4.5 で、フィルムはアグファ APX100、SPD 50%、20度9分30秒での自家現像。いつものように XE4 でデジタルデュープしています。遅ればせながらチャンネル登録 5000目達成おめでとうございます。私 A1 を持っているのでプレゼントの応募は遠慮しましたが、その代わり A1 に私の必殺レンズ FD50mm F1.2 SSC を装着して撮り始めました。いいのが撮れたらまた投稿させていただきますということですね。それでは6000目で目指して頑張ってくださいということでありがとうございます。で、作品なんですけど、2枚とも縦構造になりますが、非常に良い映りになっておりますね。デジタルでカメラでデジタルデューブということですけど、十分解像度も出ております。コントラストもしっかり出てますね。何もいじってないのかな、これは。何もいじってないんでしょうね。2枚目ですけど、2枚目がね、非常によく雪解け水でね、街の風景が、反射してる、様がよく見えています。光も結構あっていい写真になってると思います。はい、ちくめさんありがとうございます。次はね、ゆっこさんですね。3枚首写真かな。おたきさんこんばんは、ゆっこです。だいぶ暖かくなり、春らしくなりましたね。私ごと上から3番目の長男も、今日無事高校卒業しました。ちょっと脱線しましたが、今回は2月末に銚子電鉄外川駅に咲いている河津桜の写真を撮影してきたので、おたきさんに春のおすすわけです。首写真のタイトル、外川駅に来た春です。使用カメラペンタックス ME。レンズは SMC ペンタックス M、50mm F1.7。フィルムはコダックカラープラス200です。よろしくお願いしますという作品なんですけどね、ちょっと早かったですね。このぐらいのね、咲き方だったらね、もっと酔って桜を、アップにして背景をぼかした方が良かったかもしれないですね。2枚目もそうなんですがね、これ2枚目ね、もっと咲いているとタイトル画面に行けるぐらいの写真だったかなと思います。3枚目はかなりいい感じですね。こういう撮り方は僕は非常に好きだと思いますね。まあ背景に何も映ってないというか、空しか映ってないのはちょっと残念ではありますが、これ結構いい感じだと思います。ゆうこさんありがとうございます。次がね、カメラオンさんですね。
お疲れ様です。カメラオンです。去年の紅葉が終わり、しばらくモノクロフィルムが続きましたが、今春一発目のカラーフィルムを使った写真を2枚投稿します。どちらもタイトルは春の訪れでお願いします。カメラニコン FE、 レンズタムロン 28300F3.5-6.3、 フィルム富士カラー 100、 PL フィルターと三脚使用、お店で現像とデータ化しましたということですね。これ今年の桜なのかな、写真なんですけどね、河津桜なのかな。ちょっととね、解像度的にはやや低めなんですが、どのぐらい絞ったのかな、どのぐらい絞ったかわからない。ちょっと解像度低め、ちょっと埋もれてる感じですね。2枚目はね、発色も非常に良くてね、いい写真になっておりますね。もうちょっと違う風景も入れた方が面白い写真にはなったかもしれません。カメラマンさん、ありがとうございます。次はチムニーさんの投稿ですね。こんばんは、チムニーです。今日もお疲れ様です。作品投稿のコーナーにお願いします。ちょっと変わり者のジャンクカメラを手に入れて修復できたので、天気の良い日にカブに乗ってお散歩カメラしてきました。日の当たらない山道はがっつり着込んでも寒いし、何より花粉が辛かったです。カメラはミランダオートのセンソレックス EE、レンズはオートミランダ E50mmF1.8、 フィルムは業務用100、タイトルは2枚組でありさま。初めてのミランダですが、使用感は良いですね。この2枚はアンダーと開放なんでちょっとあれなんですが、絞ればしっかり改造しますし、発色も重いのか自然な感じのレンズでした。それではよろしくお願いしますということですね。ミランダの作品2枚ということで1枚目からいきますか。これ橋をね、下から撮ったのかな、吊り橋かなんかを下から撮った。ちょっとアンダー気味にはなりますね。もう1段開けたかったところかな。で、2枚目なんですけどね、2枚目がこれが面白い写真になってまして、これ絞る、背景ボケがね、ざわ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 ー、ざわざわざわーって感じなんですね。決してね、綺麗なボケではないと思いますが、これね、使い方によっては相当面白い写真が撮れております。まあ例えて言うならね、夜景とかね、夜景でね、近くのものを被写体にして背景をぼかして玉ボケっていうか、ざわボケって感じかな。これちょっと使ってみたら面白いのかもしれません。チムニーさん、ありがとうございます。次はね、秋純さんの投稿ですね。中年おたけさん、こんばんは。投稿者が少ないらしいので、コーナー存続のため、ありきたりの写真になりますが、投稿させてください。前回と同じで、キャノン F1N。レンズは FD50mmF1.4 銀縁。1枚目、登山で見かけた真っ赤な真っ赤な松。2枚目、山道に横たわる味わい深い倒木。1枚目は登山中に真っ赤な松が太陽の光を浴び、生き生きしてきたので撮りました。コダックゴールド200は青に強いが赤に弱い印象。2枚目は1週間後に軽トラを借り、近くの山に入り、熊に怯えながら良い感じのところを見つけて馬車、なかなか楽しい撮影でしたということで、1枚目からいきますが、確かに赤いな、これ赤いな、なんでこんなに赤いの、ちょっと気持ち悪いぐらい、気持ち悪いぐらい赤いです。これ松ですか、なんでこんなに赤いんだろうね。2枚目なんですけどね、2枚目は光がたっぷりに、あるところにね、変な感じの木がね生えておりますが、これもちょっと面白い被写体にはなりますね。秋純さん投稿ありがとうございます。今日はこんな感じかな。ちょっと惜しい写真はありましたが、タイトル画面は繰り越しということで、次に、ね、また来たいということですね。はい、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー、今日は四日市の中年男さんの、俺のカメラですね。中年オタッキーさん、お疲れ様です。俺のカメラに2枚投稿させていただきます。オリンパス OM10 です。このカメラは中学生の頃、父がイオスの何か忘れましたが、買い替えた時に3570のズームレンズ付きをくれました。私はそれまでやはり父からもらったキャノン FTV を使っていたのですが、初めて OM10 を持った時の軽さに感動したものです。その後、社会人になってからカメラを買う時にこのカメラを持った時の気持ちが忘れられず、給料貯めて OM4TI ブラックを買うことになり、それからずるずるとオリンパス随行レンズ沼にはまることになりました。この OM10 本体は当時のままですが、まだ元気に動きます。レンズは保管状態が悪くてカビだらけだったため、ヤフオクで買い直しました。またマニュアルアダプターはついていなかったため、何年か前に中古カメラ店で手に入れました。カメラの写真ですが、1枚目 OM4TI ブラックにプロビアを入れて随行のマクロ 90mmF2 で撮りました。2枚目はレンズを 24mmF2 に変えて撮
影しましたということですね、作品なんですけどね、四日市の中年男さん、うまいっすね。構図もいいですし、背景の整え方もうまいと思います。またリバーサルフィルムということでね、ディテールもしっかり出て、やっぱデジタルと違いますね。これ味があるというスキャンをしても、さらになおいい感じですね。でね、2枚目なんですけどね、24mm でね、カメラをね、隅っこに追いやって構図を作ったって感じなんですけど、これタイトル画面行きましょうか。いい色が出ておりますし、ズバリタイトル画面ゲットということですね。ちょっと待機、タイトル画面ね、俺のカメラコロコロ変わっておりますがね、いいものはいいです。で、俺のカメラのコーナーちょっと待ちができておりますので、まだ紹介されてない方、ちょっと待ってくださいね。3名ほど待ちができてるかな。はい、今日はね、この、で、今日の動画こんな感じで終わっていきます。いかがだったでしょうか？またまたカメラ増やしてもね、アホかって感じなんですけどね。カメラに埋もれていくオタッキーでありますが、もう寝るところがありません。そんなわけでね、もう、この4台でね、ニコン、キャノン、ペンタックス、ミノタ、この4台でね、普及カメラでどんどん試写して、また動画を作っていこうと思います。もうやりたいことがいっぱいありすぎて、ネタ切れなんかもうどこ吹く風みたいな感じで、このね、この動画始めた時、もう20本持つかなと思ってたんですけど、もう400本ははるかに超えていってるんですね。なんでこんなに持つんだろう。不思議でしょうがないんですけど。まあ今日の動画はこんな感じで終わっていきます。いかがだったでしょうか。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録お願いしておきます。あと高評価とかコメントもね、どんどんお願いしますね。コメントは基本的に、全部コメントを返していく予定であります。まあ見落としとかがあるときはね、ごめんなさいということですね。で、中年オタッキーのね、動画に、英語字幕版をつけたチャンネルの方もね、向上に推移しておりますが、まだチャンネル登録してない方はぜひね、説明欄にリンク貼っておりますし、この動画の最後にもね、チャンネル登録ボタンを作っておりますので、そちらからもチャンネル登録していただければ嬉しく思います。オタッキーの動画をね、海外にも、お届けしてフィルムカメラを流行らせよ。で、フィルムカメラが流行ったらフィルムがバンバン売れるから、フィルムが再販したりね、販売継続になっていたり、もしかしたら安くなるかもしれないということで、ご協力お願いします。はい、今日の動画最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではごきげんよう。さよなら。